皆さんこんにちは。7月1日に行われた明治安田生命 J1 リーグ第19節、サガン鳥栖対浦和レッズが駅前不動産スタジアムで行われ、アウェーチームの浦和レッズが2-1の逆転勝利を収めました。そして現在この試合で話題になっているのが、浦和レッズミッドフィルダー岩尾健選手が決めた相手の意表をついた正確な長距離ゴールです。試合後、岩尾健選手はこのゴールについてある方からアドバイスがあったことを明かしています。今回はその内容についてご紹介します。敵地に乗り込んだ浦和レッズは AFC チャンピオンズリーグ決勝に伴う延期日程で6月28日に湘南ベルマーレ戦を消化して、中2日と厳しい日程での遠征になり、その影響か立ち上がりはサガン鳥栖の出足の良さと質の高いプレス回避でペースを握られる展開となり、前半7分に先制点を奪われてしまいます。しかし浦和レッズは前半11分に右サイドに大久保智明選手が開いてポイントを作ると、日本代表に選出された伊藤敦樹選手が内側を一気に追い越して前方へ、そして大久保選手からのパスを受けた伊藤選手が中央に入れると、ホセカンテ選手がワンタッチから右足シュートでニアサイドを抜いてすぐさま同点に追いつきます。すると38分、浦和レッズはピッチ中央でホセカンテ選手が倒され、自陣センターサークル右からのフリーキックを獲得します。同選手が倒れている時間がやや長かったこともあり、サガン鳥栖の選手たちはゆっくりと自陣へ戻っていました。すると気を抜いていた相手の意表をついて岩尾健選手がロングシュート、前に出ていたサガン鳥栖ゴールキーパーのパクイルギュ選手は懸命に戻りながら手を伸ばしてボールに触りましたが止めることができず、見事な約60メートル弾が決まりました。このゴールはダゾーン公式ツイッターが当該場面の動画を投稿すると、スーパーロングシュート、ベック、これは素晴らしい、何度見てもすごい、もはやベッカム、これは今季ベストゴール、キックの精度すごすぎです、惚れた、周り見えすぎてる、エッグイの決めてて草、シャビーワオアロンソと絶賛の声が殺到し、また試合中継では倒れ込むホセカンテ選手やファウルシーンのリプレイが流れている間に岩尾健選手のゴールが生まれており、何があった、いつの間に、選手、ダゾーン、実況解説と全員が油断してたゴール、岩尾課長えぐい実況もカメラも欺いてゴール、 NHK もダゾーンもみんなリプレイ中にシュートされてて見てなかったしといったコメントも寄せられました。浦和レッズはこのゴールで逆転、その後はスコアが動きませんでしたが、浦和レッズペースのまま試合が進み、敵地でサガン鳥栖を2-1で下して4位をキープしました。試合後、自身のゴールについて岩尾健選手は、何ゲームか前川崎フロンターレとやった時もゴールキーパーが積極的にビルドアップに参加するチームに対してゴールキーパーのジョアンコーチから、ゴールキーパーはシュートを打たれると対応が難しいと、川崎戦ではトライできなかったけど今日はいい形で空いているのが見えて思い切って振り抜いてよかったと、ゴールキーパーの立場からのアドバイスがあったことを明かしています。浦和レッズは6月24日のリーグ戦の川崎フロンターレ戦ではミッドフィルダー関根貴弘選手が約50メートルのロングシュートを決めており、今回の試合はボランチの一角からゲームメイクする岩尾健選手が前方にポジションを取る相手ゴールキーパーの隙を見逃さない一撃を決めましたが、チーム全体でそうした狙いを持っていたことが結果につながりました。中2日の厳しい日程で後半25分に交代となった岩尾健選手ですが、できれば90分を走り切りたい気持ちはあったけど、チームに迷惑をかけても仕方ない、最大の目的はチームが勝つことなので交代を申し出た、誰が出ても厳しい競争をしているし代わって何か心配をすることはないとコメントし、言い訳せずに今日の目的は勝ち点3だと監督からもミーティングであった、結果としてアウェーで難しい試合でも勝ち点3を取れたのはチームの努力の賜物だと思うと勝利を振り返っています。後半には湘南ベルマーレ戦でスタメンだった興梠慎三選手と関根貴弘選手が途中出場してペースダウンを最小限にとどめた浦和レッズ、ダブルボランチの岩尾健選手と伊藤敦樹選手がいずれも試合中に足をつって交代を余儀なくされるなど、
厳しいゲームを勝利すると、指揮官のスコルジャ監督は、正直、このチームで仕事をすることができて本当に良かった。チームに大きなリスペクトを感じている。サガン鳥栖という素晴らしいチームとのアウェーゲームで、ずっと見せている良いスタイルで攻められて失点したが、私たちも自分たちらしい姿を見せることができて逆転ができた、と喜びを語っています。また、スコルジャ監督は交代策について、ゲームプランとして、コオロキと関根を後半から投入する用意をしていた。難しい時間帯で良いエネルギーを与えてくれた。このプランで良かったと思う、とコメントし、岩尾健選手の交代時には、ユース所属で2種登録の早川俊平選手を迷いなく送り出すなど、チーム内競争の中で、年齢や実績だけにとらわれない起用も見せています。これで2連勝を飾り、リーグ戦9戦負けなしとなった浦和レッズ。対戦相手のサガン鳥栖も7戦負けなしと、踏ん張りどころと見られたゲームを乗り越えたスコルジャ監督は、夏のブレイクまでの試合が非常に大事だと思っている。そこまでにできるだけ勝ち点を積み上げたいと、天皇杯を含め3試合の公式戦が組まれた。7月16日までが重要だと気を引き締めています。この試合、精度の高いキックで逆転ゴールを決め、ヒーローに輝いた岩尾健選手ですが、2011年に湘南ベルマーレでプロキャリアをスタートさせてからの13年間のうち、9年間を J2 で過ごしている苦労人でもあり、ACL 優勝時にはこのようなコメントをしています。僕はプロ入りした湘南に、奇跡的に見つけていただいた存在、大学選抜どころか、日本代表とか年代別代表も入った経験がないので、見定める方も本当に難しかったと思います。そうやって評価してくれた人の顔に、泥を塗らないようにとずっと考えてきました。華やかじゃないけど、こういう選手もいるんだよ。意地があるんだよっていうのを示したいという気持ちもありました。そしてそんな岩尾健選手は、徳島出身で熱狂的サポーターだった。俳優の子、大杉蓮さんような存在になりたいと願って、ここまでやってきたのだと言います。大杉蓮さんは本当に素晴らしい役者さんで、バイプレイヤーとしてのプライドを持ってやっていました。主演じゃなくても、バイプレイヤーとしてやれる仕事はたくさんあるし、プライドもある、という話は、実際にご本人から聞いていました。その姿はここ浦和での僕の立場に少し近いなと感じています。そうやって自分と関わってくれた人、支えてくれた人に感謝したい。キャリアの終盤と言われる年齢で活躍を見せる岩尾健選手。これからもそんな岩尾健選手から目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。